行こうどこにもなかった方法で及んだのでいつもながら興味深かったところをメモしていきます。メモといってもね今回は感想っぽい話をしようかなと思っております。で著者はですね寺尾源さんなんですね。寺尾源さんって誰じゃいって話なんですけどバルユミューダの創業者なんですね。バルユミューダってあのかおいしいトースターおいしいトースターじゃないなあのー、おしゃれなトースターかおしゃれなトースターを作ってる会社ですよね。あれが一番有名かな多,多分ですけど。でですね僕がなんでこの人の方に思うかと思って。 という思ったかとというとあのバルミューダっていうね、そのおしゃれトースターを作ってる会社を日本の会社だと思わなかったんですよ。なんかどっかの海外の、まあ、おしゃれな <laughs> あの、まあ、アップルみたいなね、アップルみたいな,なんか家電で有名なところが作って、それが日本に、ね、来たのかなと思ってたんですよ。いや違いました。日本の会社だったんですよ。で、それをしたときにえ、一体どうやったら日本人があんなもの作れるんだろうと思っちゃったわけなんですね。で、気,気になって調べてみると、この寺尾源さんという方が社長で、えー、っとね、 なんかそのプロフィールとか読んでると高校中退とかだったんですよね。もう一体高校中退とかなんかどうなってんだみたいな話じゃないですか <laughs> で。 あの興味深く見ていたら、その本を書かれているということで、まあね、今回読んでみました。で、その本の内容をね、ちょっと Amazon より引用して紹介しますと、ロックスターになりたかった若者が創業、夢の扇風機や感動のトースターを生み出し、人々を魅了し続けるバルミューダの原点、ワイルドサイドを失踪する男の波乱に満ちたストーリーということで、うん、まあ引用、あれだね、内容紹介を普通だなって感じですね。で、読んでたらですね、いや、非常にね、文章力も高いんですよね、寺尾源さん。いや、すごいですもう引き込ませる読み方やってるんで、やっびっくりですよ。高校中退ってもう 高校中退とは何だ学歴とは何だというようなね、本当なんか突きつけてくるようなね本でした。で、まあ読んでて、まあ、読んでたらですね、やっぱね、父親とも母親ともね、すげえんですよ。なんかもうすごいです。えーまあ、父親もすごい、母親もすごい。えー、で、まあ、母親語学,語,学語学が堪能で、まあ子供の頃からね、海外旅行とかに連れてってったらしいですね。あと教育熱、ね、心で絵本とかの読み聞かせをやってくれたらしいです。まあただ、著者が小学生の時にね、離婚をやっちゃってみたいな感じで、で離婚をやって子供をね、あの、 子供、お父さん側に行ったんですよね。その転校したくないという理由で、あのまあ、お父さんがについて行っちゃったらしいんです。で、まあ、あまり裕福じゃないまま、お父様頑張り、子供を育て、みたいな時に、あの中2の時に、ね、母親が死亡しちゃったらしいんですね、うん。で、母親はやっぱその子供がいなくなった、まあ、自分のね、大切な子供がいなくなったということで、ちょっと、うん、まあ、自暴自棄というか、まあ、そういう感じだったらしいですね。うん、で、海の事故で死んじゃいましたと。で、まあね、うんと、この本ね、中盤ぐらいまでは、その小学校、中学校、高校、 までの話があったんですよも、ねまあ、この辺がまあめちゃめちゃ面白くてですね。うん、で、えー、っとね、でまあ、高校時代ですね、高校時代、えっとまあ、旅に行こうと思ったらしいんですね。その振動調査みたいなのが来たときに、まあ、それがね、すごく嫌だったらしくて、このままじゃダメだと思って、まあ、海外に行こうみたいな話になったらしいんですよ。でまあ、お父さんも 死んだお母さんももともと早く早めに海外に行けみたいなことを言っていたらしくて、まあやっぱり、ね、海外に行こうって話になったらしいんですね。で、父親は、父親が、いや、元、男なら後輩を目指せみたいな、ね、すげえかっこいいことを言って、まあとりあえず本当に行くことを決意しました。で、お金はなんですけど、その母がハワイ旅行で亡くなったことによって、もうりた海外旅行の保険金を使って行ったらしいですね。で、まあ1年をかけてスペイン、イタリアとかね、あの辺を地中海沿岸を回りましたと。で あのー、で、あそう,そうここの文章がねすごく良かったんですよね。私は素晴らしい家を育った。そこは無茶で勝手な人たちが作った家だった。常識に照らし合わせると確かに彼らは家作りに失敗したのかもしれない。そこには足りないものがあったが大事なものは大体揃っていた、えー。中でも人にとって特に大事だと思われるものは溢れるほどにあったってね。いやすごい家族のねこんなこと家族に対してねここまで言えるってすごいですよ。というかそのあのー、家族に対してですよね。その半本の半分ぐらいのページを使ってまあ、その家族のことを書いてるわけなんですけど。 いやよくもここまでねその思い出が出てきて思い出かけてとかねそれがねすごいなと思ったんですねだから本当に面白かったですねでまあ途中途中で中盤以降は、えー、まあとりあえずなんかミュージシャンになろうと思ったでも失敗したでものづくりまあ表現者表現、えー、創作者というかクリエイターなんですよねで何かを作りたいってなった時にまあ職人さんたちと出会ってとまあ作っていくみたいな感じであのー、まあ作っていくって話なんですよねでこのね とまあ、この話でねその面白さが全然伝わってないと思うんですけど本当にね面白いってか本当に文章力があって読みやすくてうん最初から中盤までにかけては多分ね熱いものがあると思いますね、まあ、もちろん後半もすごく熱いものがたくさんあるんですけどいや是非ね読んでもらいたい本だなと思いましたね、うん、本んにこのタイトル通り行こうどこにもなかった方法でって感じなので。 えっとまあ、い,いつからでもなんかやり直せるって感じですね。そうそう,そうこのミュージシャンを失敗した時28歳だったんですよ。で28歳からなんかやろうって言ってものづくりもやったことない人が、えー、っと工場とかに通って工場長とかで話してそこから自分だけの製品を作っていこうとするみたいなね話っていうのはやっぱすごいと思うんですよね。であの最初にあったようにその高校中退っすからね高校もう今で言うともう、あのーね、学歴ないみたいな感じ学歴ない、えー、ミュージシャンにも失敗した。でそっから立ち上がって。 まあ,あんな素敵なねその人々からね賞賛されるような商品を作るっていうことはねまあすごいことだと思うんですよね。ということでね本当にもういろんな人に何か勇気を与えてくれる本だと思いますし僕も実際ね勇気もらってうわぁ読んでよかったなぁとまあ久々にねそこまで思えるような本でしたので是非ちょっと手に取ってね読んでみてくださいということでねえ今回はその感想ですね。これでね興味を持ってもらえるか どうかってい僕のしゃべりでね、えー、ちょっとね、僕の拙いしゃべりで、うんいい紹介ができずに、ちょっと悲し,いです悲しいんですけどうんと、ね、ぜひ本当に読んでみてください。ということで終わります。はい